はい、どうも、おはようございます。僕です。これも要望があったんで、僕の出勤の時のモーニングルーティーンを、撮ろうと思います。うちはね、カーテンが自動で、毎朝決まった時刻になると、開く設定してるんで、割とこう太陽光で朝は目覚めることが多いですね。はい。全然起きませんね。だいたい目は覚めるけど、もう動かないってことほとんどですね。なんか手をパチパチさせてますね。うざいっすね。はい、起きました。割とこれは、寝起きがいい方ですね。だいたい朝起きたら、水をごくごくと飲みますね。お酒入ってるんで。もうペットボトル一本ガブ飲みすることがほとんどですね。まあ、この日はあんまりそんな飲んでなかったんで、まあ、こんぐらいにして。で、Google で、お風呂を貯めてもらえるんで、Google 先生頼んで、お風呂入りに行きます。はい、お風呂のシーンでーす。はい。はい、生足でーす。30歳成人男性の生足でーす。はい、パンツ脱いだ。パンツ脱ぎました。はい、お風呂入りまーす。やっぱ僕すごい長風呂するんですよね。長風呂1時間ぐらいするんで、はい、電気つけるの。忘れました。寝ぼけてますね。お風呂場の電気つけるの忘れたんで、戻ります。本当に長風呂するんで、1時間ぐらいだいたい入ってますね。で、お酒を抜いて、はい、お風呂上がりました。で、こっからの朝のスキンケアは、この間あげたナイトルーティーンとも全く一緒ですね。だから見たことある人は、また同じことの繰り返しになっちゃうんですけど、最初はね、さっきちょっと画面に出した、ゼオスキンのトナーっていう皮脂を、抑えるやつ、角質とか取って、僕ちょっと皮脂が出やすいんで、お鼻とか、ほっぺとか、T ゾーンあたりに、ちょっとやりますと。で、次はこれですね。ワンバイ構成の、皮脂抑制化粧水っていう、まあ、これも皮脂を抑えるやつで、顔の皮脂を、抑えていきます。やっぱ寝起きなんで顔がちょっとむくんでますね。丸いですね。はい。はい、次はこのゼオスキンの C セラムっていう、まあ、ピュアビタミン C ですね。あ、水溶性のビタミン C で、顔をサラサラにしていきます。ここも同じですね。ナイトルーティーンと。で、最後にインキーリストっていうブランドのバクチオール10%配合のやつで、クリームで保湿していきます。その次はこのエノアっていう僕が通ってる美容室の洗い流さないトリートメントで、髪の毛を熱からダメージを抑えるために頭にぐちゃぐちゃと揉み込んできます。で、そしたら次これですね。シャキーンとかっこいいですね。これレプロノイザー 4D っていう、なんか結構いいドライヤーなんですよね。これなんかドライヤーをいくら当てても熱ダメージが起こらず、逆に髪を再生してくれるっていうドライヤーです。ドライヤー終わりました。で、次歯ブラシしていきます。歯ブラシしたら、舌ブラシってこう舌をなんか綺麗に見せるやつをベーってやって、出勤の時はやるようにしてます。なんかこれもやりすぎは良くないみたいなんで、出勤の時だけしかやんないっすね。はい。次は、デンタルフロス？だっけ、歯の間を、なんか歯の間の苔じゃねえや、なんだっけ、ゴミとかを、こう、かき出すやつをやっていきます、デンタル的に。はい。でも、まあ、もう苔とかついてるかもしんないですね。なんか歯医者さんによると、歯ブラシよりこのフロスの方が大事みたいで、フロスをなんかちゃんとやると歯周病とかになりにくいらしいんで、アメリカとか日本より進んでる、なんか歯のやつが進んでるところはみんなフロスをやるみたいなんで、皆さんもやってみてください。はい、フロス終わりました。で、次はもうあれですね。知ってる人いるかわかんないけど、クレスト 3D のホワイトニング 3D、ホワイトストリップスですね。ホワイトストリップスっていう、まあ、要はホワイトニングですね、歯の。歯になんか透明なシートを貼って30分ぐらい放置すると、まあ、歯が白くなるやつですね。これ結構日本で買えないんですけど、海外から楽天とかで30枚入りぐらいやったかな、5000円とかで買って貼ってます。これマジでおすすめっすよ。めっちゃ白くなるんで、まあ、僕はでもそのホワイトニングもういいですけど、その前に歯並びをちょっとね、直さないといけないんで、まあ、こんな感じで貼っていきます。矯正しかね、行く予定だったんですけど、この間遅刻しちゃって。はい、晴れました。こんな感じです。で、こっからあれですね。まあ、毎日メイクじゃないけど、僕の出勤の時の、まあ、メイク、こんな感じしてるよ、みたいなのを、やってきます。カラコンはこれ使ってます。指原莉乃さんのストロベリーコーツってやつ、今使ってます。はい、カラコン入れ終わったら、あれですね。まあ、シェーバーですね。僕、ヒゲ脱毛とか、顔の脱毛してるんですけど、まあ、なんか、ちょっと産毛みたいなのが、まだ若干生えてくるんで、
まあそれもいずれ、針脱毛で全部なくしちゃおうかなと思ってるんですけど、とりあえずまだ軽く残ってるやつを、このフェリエだっけ？まあ電動シェーバーで軽く剃ってきます。はい、で次は鼻毛ですね。鼻毛カッターで、鼻毛もちょっとね、入り口の5ミリぐらい周辺脱毛してるんですけど、まだ全部完了してないので、鼻毛の、あ、YouTuber みたいなのしてますね。商品紹介ね。はい、こちら、〇〇のあれです、みたいなね、やってますね。鼻毛を剃っていきまーす。はい、ブワーってね、鼻毛をね、これ鼻毛を人間が剃ってる絵面っていうのはめちゃめちゃ滑稽ですね。めちゃめちゃ鼻に 押し込んでね、こうグリ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 と。鼻毛がちょっとなさすぎてもね、鼻くそすごい溜まっちゃうんで、悩ましいところでありますね。変な顔してますね。はい。鼻毛剃り終わりました。で、今日は割と肌が、何もしても綺麗だったんで、いつもはこのシカペアドクタージェラートで使ってるんですけど、今日はそこまで補正しなくてもいいかなってことで、このディオールのドリームスキンっていうやつ。まあなんか乳液なんですけど、タンの。でもこの乳液、ちょっとワントーンぐらい肌のトーン上げてくれるんで、この乳液だけで肌はもういいかなって感じにしようと思って、今日はこれだけ、塗ってます。塗り方とかは普通に乳液塗る感じですね。手で塗って、パッティングする感じでやってます。乳液塗り終わったら次はこれですね。資生堂のなんかパウダーですね。これもなんか夜寝る前とかにもつけれるような、そのまま寝ちゃっても大丈夫な、まあ、なんていうんですか、おしろい粉なんですけど、割と、そうですね、ファンデーションとかとは違って、全然、化粧品じゃないのかな？なんかスキンケアパウダーみたいなやつです。それを塗って、ちょっとなんか皮脂とか出るのを抑えてあげて、とりあえず肌は、完了です。それで次、ケイトの、みんな持ってるやつですね。3色のグラデーションになってる、アイブロウパウダー。商品紹介がうざいですね、いちいちこの人ね。で、ちょっと眉毛をね、描いていきます。眉毛はもう割と一番濃い色を大きい方のブラシにとって、まあ、僕アートメイクしてるんで、そんなに描かなくても軽く色を付け足すぐらいでパパパーって、塗り込んでおしまいです。はい、眉毛終わりました。で、次なんか今日は気分的にシェーディングでも軽く入れようかなと思って、暇だったんで、ちょっと顎っていうんですか、このエラか、エラのところにちょっと影を入れてます。ここですね。なんか、この、ここですね。ここ、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 ここに、シコシコと影を入れてます。はい、で、次は、ノーズシャドウですね。なんか、ケイトの、ほんと、ノーズシャドウペンシルみたいなのがあるんですよ、専用の。それでもう、ほんとこれ、お絵描きですね。影になってほしいところを、鼻先と、鼻根部に、こう、描いてあげて、で、ブラシでぼかしていくっていう作業を、やってます。まあ整形しちゃえばこんなことしなくていいのかもしれないけど、とりあえず今はシュッシュッシュッってこうね、ブラシで描いてあげてます。割とノーズシャドウやると顔に陰影が出て、個人的にはシュッとしてるような感じが出るんで、まあ好きっていうか結構やってますね。はい、ノーズシャドウ終わりました。その次はあれですね、またケイトのさっきのアイブロウパウダーの一番明るい色を目にアイホールにこう伸ばしていきます。最近なんかシャドウも入れるようになって、どんどんなんかオカマ化が近づいてって言うんですけど、アイホールと、まあ、涙袋のとこですね。涙袋にこう最初一番明るいのをしてあげて、でその次にこの中間の色ですね。中間の色をまあ同じ位置でさっきと重ねるって感じ、グラデーションつける感じで、アイホールと、あと下ですね、目尻の3分の1ぐらいのとこに、シュッシュッと入れて影作ってあげます。やっぱアイシャドウやると結構オカマ化が近づきますね。はい、ちょっと画角変えてみました。でも、まあ、しかし見づらいですね。 毎日メイクちゃんとほんと顔面映してやってほしいという要望があれば、またそれは別にやります。まあこんな感じでちょっと色をつけていきますね。はい、したら次に涙袋ですね。これが最後かな。ちょっと固めのブラシに、さっきのケイトのアイブロウパウダーの一番明るい色と中間の色を混ぜて、涙袋を笑いながら吐きます。これ笑いながらというポイントですね。こう涙袋を笑いながら描いてるのめちゃめちゃすごい天使みたいですね。微笑みが気持ち悪いですね。ニヤニヤして涙袋の影を描いていますね。急に真顔に戻るのがね、また面白いですね。
で、ちょっと綿棒で最後、チュッチュッって、こう、ぼかしてあげて、いい感じにすると。で、まあ、とりあえず、終わりですかね。僕のメイクの工程はこれで。タイマーを起動します。充電中です。はい、とりあえず完成しました。まあ、本当に、女側というか、赤ちゃん側というか、もともとね、そういう顔立ちなんですけど、より一層それが引っ立ったんじゃないかなっていう。まあ、こんな感じで、毎日、こう、立ちながらメイクしてます。座らないんですね。こうずっと顔を眺めてますね。はい、とりあえずこれです。そしたら歯の、シートが30分ぐらい経ったんで、剥がしていきます。これなんかね、剥がした後ちょっと、ぬめりみたいなのが若干残ってるんで、それをね、ぐちぐちペーと歯ブラシをして、取っていきまーす。はーい、歯ブラシしていきます。ぐちぐちペーして、ちょっと磨い、ほんと軽くで、表面なぞるぐらいでいいんですけど、で、ぬめり取ってあげて、で、一番最後にあれですね、ナイトルーティンでもやった、コンクールですかね。コンクール、商品名がコンクールってやつで、口の中の菌を、平等に保ってあげて、とりあえず、オーラルケアは、出勤の時のやつは終わりですかね。大変ね。一番、歯に時間かかってるかもしんないな。早く歯列矯正したいでー。はーい、戻ってきました。最後、リップクリームですね。なんか、僕、高見リップっていう、これ使ってます。これめっちゃ保湿されるんでおすすめです。この高見リップってやつで保湿してあげて、で、なんか色は、ちょっとケイトの、これなんていうのかな、なんかリップの前に塗る下地みたいなやつなんですけど、これ自体にもう色が若干ついてて、もうリップとかは塗らないんで、あのグロスとか。これぐらいで、髪軽くつけてあげて終わりです。はい、したら髪の毛ですね。アイロンはなんかアドストっていうののスリムタイプ使ってて、170度ぐらいかな、いつも。で、アイロンかけていきます。もう宿毛してるんでね、ほぼまっすぐなんですけど、まあ、風呂上がりなんで毛先とか若干跳ねてるところを、まあ、伸ばしてってあげる感じですね。で、アイロン終わったら、まあ、こうやって、まあ、コームで、微調整して、ハットかぶって、おしまいでーす。はい。塩辛シュンシュンの完成でーす。はーい、ウーバーイーツが届きました。こんな感じ。おいしそうですね。まあ、ヘルシーにサバの塩焼きと、オクラ納豆と、もずくと、ルイボスティーです。まあ、マジ。OL みたいなの食ってますね。はい、いただきます。食べてきます。まあ、もずくね。まずこうもぐもぐと。まあ、出勤前にあんま食べないんですけど、この日はなんかお腹空いてて、ウーバーイーツ頼んじゃいましたね。納豆混ぜてますね。ビローン、ビヨーン、ビヨーン、ビヨーン。何してるんですかね。何してるんですかね。あ、こぼれちゃう、危ないよ、危ないよ。食べまーす。はい、美味しいですね。美味しい？よかったね。かわいいね。赤ちゃんみたいだな、俺。はい、最後かき込みまーす。はい、ごちそうさまでした。オクラ納豆、完食でーす。はい、ごちそうさま。じゃあメインのサバ、塩焼き食べてきまーす。これマジヘルシーでね、あ、サムネ用とか言ってますね。サムネ用に撮ろう。パク、じゃないんだよ。やってますね。これなんかサバの塩焼きと、下にサラダが敷いてあって、ご飯もペロ、うざいですね。顔何やってるんですかね。うざいね。玄米なんですよ、ご飯が。玄米なんで、割とヘルシーな感じのご飯になってまーす。やっぱなんか、見られる仕事なんでね、お酒とかも飲むんで。あと体質もあるのがすぐ太っちゃうんですよね、僕。なんで、結構太りにくい食事とか、メインに食べるように意識はしてまーす。で、やっぱ、あれですね、サバとかは体にもいいし、お腹にもたまるんで、割と結構食べる頻度高いかもしれないですね。結構もぐもぐタイムですね。なんかもぐもぐしてる時の顔って結構虚無感ありますね。何考えてるのか、もう虚無みたいな顔して食ってますね。サバがこれね、めちゃめちゃでかくて、すげえお腹いっぱいになった。なんだっけな、新宿住んでる人はここおすすめなんで頼んでみてください。なんか、グリル&マドズみたいなとこでした。確か名前。パク、もぐもぐ。ここでもこのサバ本当に、美味しかった。大きかったし。結構、ウーバーイーツって、高いとこ多くて、量とかも少ないとこが結構多いんですけど、ここは割とおすすめで。はい、食べられました。ごちそうさまでした。とか、冷静に
ハットつけながら食べてるの面白いな。ルイボスティーをガブ飲みで最後一気飲みします。このルイボスティー美味しかったわ。はーい、全部飲んで。はい、ごちそうさまよくできました。食べ終わった後ってなんか疲れるよね。食べ疲れみたいな。めちゃめちゃこの時食べ疲れしてますね。あー、仕事行きたくねーみたいな 感じだった気がします。時間が多分もうちょいかなって感じなんで。で、食後はあれですね。お薬タイムですね。僕飲んでるのはこのマルチビタミンとパントテン酸っていう皮脂を抑えるやつと、あと AGA のやつ飲んでるんですよね。フィナステリドとミノキシジルってやつと、あとね、ちょっとパニック障害がね、若干再発して、この間、そのパニック障害の薬飲んでまーす。あとは、あれですね、サクセンダーを最後ぶち込んで、で、終わりって感じですかね。はーい、今日の服装こんな感じです。上も下もザラですね。ザラのシャツと、ザラのピンクのパンツ。で、まあ、アクセサリーとかつけて、今日はこれでお仕事行ってきまーす。じゃあねー。はーい、タクシーでーす。これでいつも出勤してまーす。ウーバーで呼んでね、これからお仕事行ってきまーす。はい、ここがうちの、シックの場所ですね。瓜海館とこう、新宿駅の方から右に曲がってもらうとあるんですけど、ここのビルの3階、イェルコレさんとかのビルですね。そこの3階がシックになります。辛麺花火とかの前って言ったらわかるかな。で、まあ、ちょっと階段降りてもらって、でもここのビルがまあボロくて、エレベーターのね、ライトがつかないんですよ。ほら、もう押しても。なんで最初に来た方は多分びっくりするんじゃないかと思うんですけど、一応、押したっていう反応はしてエレベーター降りてくるんで、その3階とか何階とかの表示のランプもないんですけど、一応動きます。で、もちろんこの中の、エレベーターの中のボタンもつかないし、しまいにはこの開く閉まるの閉まるのボタンが取れてるんで、もう自動で閉まるの待つしかないです。本当にボロボロですね。で、ここがうちのシックの入り口です。お店のロゴが、こうね、ライトアップされてて。で、先月のナンバー3までのパネルが貼ってあります。で、1位はリックで、先月3000万ぐらいかな。2位がエイトで2600万。3位がロミオで1200万ぐらいかな。お店自体は先月1億1000万ぐらいの、レベルのお店です。あ、ジャガーがいますね。まあ、ここの、で、夜のテーマパークで、みんなワイワイ楽しくお酒飲んでます。以上が僕の出勤の時のルーティンでした。見てくれてありがとうございます。次は、おしぼりくんとの差し飲みを配信します。